それじゃあ今日もみんなでバトルやっていきたいと思います。めっちゃなんかいいコースそう、めっちゃ長そうだな。一応このアイテム取っていきたいけど取られた。まあ短そうなコースではないよね。でこのアーム捕まっていく。なるほど、やっぱり敵がいっぱい出てくんのね。これアイテム取っておかないとまずいな。よし走っていく。 OK。 これはちょっと危ない、ちょ危ないから、ちょマジで危ないからマジで危ない、この炎はマジで危ない。よし全部避けましたよ今なかなかすごくない。でこれは上ね。 OK。 ガリガリを避けていこうか。ちょオッケー、これさもう当たった方がいいかもしんないね。絶対当たった方が早いけど。よし、キノコももらえたし、危なキノコ取っておいてよかったわ。それじゃあみんな待っておきますか。キノピコが来そうだな。よし、キノピコ来たね。キャノンボールってなんか聞いたことあるね。なんかの漫画かななんかの漫画かなんかで聞いたことあるのかな。とりあえずなんか野球で言ったらすげえ速いストレート投げそうだよね。一人ギブアップしました。それじゃあ3人でやっていきますか。これ上危ない危ない危ない、これ取っていかなくていいかな。あね、ピークコイン取っていかなくていいかな。あ、3つぐらいだから別にいいのかな。キノピオは、あ、2人ともやられましたね。よし、で中間ポイント取っていく。これはなるほど、一回取っておく。いや取らないでいこう、もうね。よし、せっかく1位だし多分これ取らない方がいいと思うんですよね。 OK。 いや嘘、いやいるの、あ、いらないのか、よかった。今日波に乗ってるかもしんない。鈴ありそうと思ったけどないか。プロペラボックスあんのか、懐かしいな。一時取ってないもんな。ちょっと待って、よし、プロペラ3回まで上がれるんだったっけ。でここでキラーになっておいて、いけい、よしちょいあ、まあいいや、次砲台ボックスね。オッケー、ゴー。うわ懐かしいな、一時なかったもんな。ちょっと待って、ちょやばい、これやられる。オッケー、危ない。次はアッパーボックスか。よし、これ確かヘッド続きしたらいいんだったっけ。ここでクリボーになっておいてやばい、ゴール見えたね。なんかちょっと待って、早く行こう。結構さなんか緩やかじゃないあの人。これ上の鍵取ることはできないのかな。あれこっち行けないじゃん。あ、ブーメランで取ってくるのね。なるほど、ちょっと待って待って、これ危なくない、こっちか、危ない、針で俺やられちゃうから。そんなに落ちたら針でやられちゃうから、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれちょっと待って、ブーメラン欲しい。ブーメラン、ルイージ上に投げてくれない、上に投げて、あ、そう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 。そしてこれはプロペラ、ちょっと待って、やった、ここここここ、ちょ、あはは押されたはてな、さてどんなコースなんだろう。これはんー、このドアなんか入り口っぽいよね。あー、やっぱダメだ、最初のこのリフトに乗らなきゃいけないのね。オッケーオッケーオッケー、ちょっと待って、ちょあんまり急いだら危ないから、みんなちょやめて、いやちょっとやめて、そのヒップドそれじゃあこれでラストバトルにしたいと思います。スーパーマリオブラザーズ1-1。めっちゃ久しぶりにそんな言葉出てきたな。スーパーマリオブラザーズ2ってめっちゃ難しいもんね。でも僕は取っていきませんよ、その取るね、時間が惜しいから取らない。よし、でこのまま渡っていく、渡っていく、オッケーこれなかなかいい調子だと思うんですよね。オッケー、うわマリオ早いけどそこに行ってもね、多分上がってこれないでしょう。もういいもういい、どんどん上に上がっていこう。こう火の玉かなんかいるんじゃないの。なるほど、カキボの方がいるのか。オッケー、これどっちどっちどっち、こっちでいい。うわあなたがいらっしゃるの。よし早く倒していこう。これ右にゴールがあるパターンのやつじゃないかな、絶対そうでしょ。オッケー来たやった最後に勝つことができました。それでは最後なんですけど、みんな待っておきましょう。よし、それじゃあゴールしますか。次の動画もまた見てね。この動画が良ければグッドボタン、
そしてビオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そしてツイッター、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。